発送体制完了です。スタートしました。翌一戦になります。リーゼンシュラーク浅草ホネス外から好スタートを切りました。内からぐんぐんと1番春山飛行が出ていきました。春山飛行中統計2世も出ていきました。外から浅草ホネスがリードを取りました。リード2馬身から3馬身になります。春山飛行が2番手に3番手争いで外を回りまして、シーアイブレーンが3番手から2番手争いになります。1周目の3コーナーカーブしていきます。4番手には統計2世後を下がりまして外を回りまして、モリュープリンスは中段であります。モリュープリンスは中段の外を回りまして5番手後下がりまして、アーテルジーク、さらには悠々サンボーイで後方グループであります。さらに外を回りましてリーツ・アイシュラーク、最後方中を追走、 AT ボレーの体制で先頭から最後では10馬身ぐらいと団子状態になりまして3度目を通過していきます。浅草プラスは先頭であります。1馬身のリード、 CI ブレーンが2番手外を回りまして、統計2世であります3番手モリュープリンスが外を回ります。内を追走、春山飛行が先行グループであります。10馬身の圏内で第1コーナー右にカーブしていきます。浅草プラスが先頭リード2馬身であります。 CI ブレーンが単独2番手、 CI ブレーンが2番手をキープしています。2馬身開いて3番手には統計2世で第2コーナーカーブしていきます。4番手には春山飛行でありますが外を回りまして、ぐんぐんとモリュープリンスが動いていきました。モリュープリンス中を追走、悠々サンボーイ、さらに外を回りましてトモエサーペンも動いていきました。トモエサーペンが動いていきます。4番手集団が団子になりまして600を切りました。浅草ポネスが先頭で逃げています。浅草ポネスが先頭で外を回りまして、統計2世がスタートしていきました。統計2世が2番手にあって3コーナーカーブ外を回りまして、モリュープリンス追い出し体制、モリュープリンスがスタート、外からモリュープリンス追い出し体制に入りました。その後方外を回りまして、悠々サンボーイ、さらにはトモエサーペンが外から、トモエサーペンが外から第4コーナーカーブ直線になります。統計2世が先頭、統計2世外追い込んでくる、モリュープリンスが追い込んできた、モリュープリンスが外から追い込んでくる、統計2世がリード、統計2世がリード、差を詰めるモリュープリンス、モリュープリンス差を詰めるが統計2世先頭ゴールイン。